こんにちは。岐阜県鏡ヶ原市小屋山真言宗高家寺住職北川雄一こと雄穂です。今回の雄穂の言いたい放題、経営に生かす大乗仏教、ロータリーの中に読み込む大乗経営の秘密というお話をします。なんか仰々しいタイトルで申し訳ございませんけれども、そこまでの内容ではございません。ただ、経営者、会社員、公務員、およそこの社会で仕事についておられる方々、もちろん主婦も、そういう方々にとってちょっと考えていただける内容なんではないのかなと思います。あなたはロータリークラブって聞いたことがありますか？ポリオに対する社会奉仕活動とか、地域の名士が集まるクラブとか、そんなイメージがあるのではないでしょうか。それらは嘘ではありませんし、でもだからといって実像かというとそうでもありません。簡単に組織についてお話しますと、各地域にロータリークラブというクラブが存在しています。その名前の最初にオリジナルの名前があります。シカゴロータリークラブとか東京ロータリークラブなど、ただし東京ロータリーという言い方、いわゆるロータリークラブではなくて、ロータリーというのは略称であって、そういう東京ロータリーというのは存在していません。あくまでも地域にあるのはロータリークラブです。そのロータリークラブが集まり、世界的な組織として統括しているのが RI と略称されています、ロータリーインターナショナル、国際ロータリーです。そしてこの RI の出先機関として RID2630、英語にしましたらロータリーインターナショナルディスティンクト2630、国際ロータリー第2630地区というような、地域のナンバーのついた組織が地域に置かれておりましてね、各ロータリークラブを統括しています。しかしクラブは地域の、いわゆる地区の支配下にあるわけではありませんし、国際ロータリーの出先機関でもありません。あくまでも、そのクラブが一つのクラブであって、そのクラブの集合体として国際ロータリーというのがあるわけなんですね。この国際ロータリーの月刊機関誌に、The Rotarian と呼ばれるものがあります。日本では今ロータリーの友となっておりますけれども、世界的な英語で書かれた月刊誌というのは The Rotarian と呼ばれるものです。今からちょうど50年ほど前のことでしょうか、その記事の中で国際ロータリーの事務局がとても面白い記事を載せていましたので、今日はそれを紹介したいと思っております。The Rotarian の1972年9月号のインサイドロータリーと、こういう記事があります。ちょうど今から50年前の文章ですよね。ページ数は6ページに載っております。それを私が、私訳、私に訳してみようと思っております。職業奉仕とは何ですか？それは簡単に定義することができます。あなたのビジネスや専門を通して他者を助けることです。顧客との対応にあたり、製品やサービスを販売するとき、できる限り最上の品質と仕上がりを提供していますか？そして、丁寧で正直ですか？従業員との対応にあたり、彼らの優秀さに報いていますか？安全で快適な仕事場を維持していますか？従業員の意義に公正ですか？あなたは誠実、正直、善意の模範ですか？競合相手との対応にあたり、彼らに対して公正な態度を維持していますか？行動を通して高潔さ、品格を鼓舞していますか？組合、協会を通して、それとも非公式にあなたの業界の基準を高めるために協力していますか？仕入れ先との対応にあたり、彼らとの関係は親しく公正ですか？公式な連絡だけでなく、口頭の約束を尊重していますか？いかがでしょうか？とても明確に4つの相手を語り、
それぞれどうあるべきかを述べています。ちなみに職業奉仕というのはロータリーの根幹でありまして、その職業というのは英語にしますと先ほどあったビジネスとかプロフェッショナルとかオキュペーションではなく転職、バケーションとなっているところがミソです。私は宗教家ですから、あえて大げさに言えばこの世の使命と言える、これがボケーションかなと思ってます。その奉仕相手が顧客、従業員、競合相手、仕入れ先とされているんです。ロータリークラブのメンバーはほとんど経営者や専門職なので、その職を店名として捉えている方が結構多いんですけれども、その職を通して奉仕をしていく、奉仕といっても日本語のメッシュ方向の奉仕とは若干意味が異なっておりましてね、英語で言うところはサービスなんです。自分の持てる力によって誰かのために何かをする。あれれれれ、そうなんですよ。サンスクリットのダーナ、伏せなんです。伏せとはお寺に出す、あれなんですけど、一般的にはね、それはかなり狭い意味で使われる言葉で、本来の伏せというの、ダーナというのは、ダーナってのは旦那さんという言葉の元になってますよ。男の方、旦那さんと呼ばれた相手から伏せちょうだいと呼ばれているわけですから気をつけてくださいね。それはこっちに置いときまして、この伏せという言葉の元々の意味は一体何なのかというと、誰かのために何かをしていく、誰かのためになることをしていくんだと。これが無償であったりとか有償であったりしますけど、そのことを問いません。とにかく誰かのために、その人のためになる何かをしていく、これが伏せなんです。ですから笑顔をすることも、優しい言葉を貸すことも、席を譲ることも、軒先を貸すことも、これらもまた伏せなんですね。最近のロータリーではあまり言わなくなってきたんですけど、このサービスする4つの相手、これもっともっと重要していいんじゃないかなと思います。顧客、従業員、これらは割合と経営哲学などで普通に語られているんですけれども、自分が属する業界の倫理基準を高めるというこの発想、これはですね、私もね、あーって考えさせられました。本当大事なことですね。有用なものの考え方です。また仕入れ先に対しても信用を築いて共に共存共栄していく、これはためになるなぁと思います。先ほど伏せの話をしましたけど、大乗仏教では代否を基本としています。他の人たちの痛みが分かるあり方、それを大切にしています。もっと言うと相手を思いやるあり方です。では普段の生活の中で私たちはどんな行動ができるのでしょうか。普段の私たちの多くは自分自身の己の天職たる職業の中で生きるのを理想としてそんな感じじゃありませんか。自分の職業が理想であったらいいな。その職業における奉仕の相手とは誰なのか。でもそうしたことあまり意識していないんですね。この国際ロータリーの奉仕する4つの相手というのはとても役立つ内容だと思うんです。自分が今ついている職業も、これは私の天職じゃないと思ってたとしても、この4つの方向を意識することで、その仕事があなたにとって本当に大切なものへと切り替わっていくようにも思うんですね。倫理高く、この4つの相手に対して自分が何ができるのかを考えるのは、とても経営や専門職に関して有効なのではないでしょうか。もちろん会社員であろうが公務員であろうが、これは有効です。例えば顧客は仕事の相手でしょうし、公務員さんでしたらね、で市民が来られた時の相手でしょうし、会社員でしたらその取引先の相手、そうですよね。それから従業員は、従業員というのは役所の場合はこの役所の中のチームのメンバーだと思います。上司であったり、それから部下であったり。競合相手とは、むしろ役所なんかの場合でしたら他の部署なんかが競合相手になるんじゃないかなと思うんですよ。そうすると役所全体の倫理観を高めていくという考え方、会社全体の倫理観を高めていくというあり方、これとっても大事なことじゃないでしょうか。
まあ、仕入れ業者とはそのまま、例えば、まあ、細かいことですけど、文具を含めて、そうした細かいものを仕入れたりとかするじゃないですか。まあ、いろいろと取引していきますよね。それが、まあ、仕入れ業者でしょう。では、主婦においては、顧客はお客様であり、従業員は家族であり、競合相手とは時には家庭であり、時には地域、町内と言えましょう。仕入れ先は生活用品を購買する場所とか、そうしたあのお店とかね、そういうとこですよね。この4つの方面というのは応用次第でいくらでも解釈ができる面白いものだと私は思ってます。そしてその根底にあるのが相手を思いやる代比の心です。ロータリーのメンバーでもあるロータリアンは職業人として倫理高くあることを大切にしています。そしてそこで語られる倫理観はキリスト教をベースにしています。まあアメリカで生まれましたからね。しかしどの宗教の底辺にも通じる内容がほとんどだと私は思います。かくいう私も岐阜エトスロータリークラブという小さなロータリークラブに属しています。エトスとはギリシャ語のエートスのことで、皆が集まる広場、倫理高などの意味を持っています。まあちなみに私にとってのロータリー活動は、この俗世と言いますかね、世俗世界と、それから真言密教者として、真言行者として聖なる部分と俗世の部分のちょうどここのつなぎ点にあたる、接点にあたる部分なんですね。ですから、応用する場としてとても大事に私はさせていただいています。私にとってロータリー活動は真言密教の道を歩んでいることと同じなんですね。まあそれはまたどこかでお話しできればなと思っておりますけども、今回の UFO の言いたい放題、経営に生かす大乗仏教、ロータリーの中に読み込む大乗経営の秘密、なんとなく分かっていただけましたか？ヒントは代比なんですね。代比です。次回は真言密教中級編、私の弟子たちに向けての内容で、信心ということについてお話ししようと思います。今日はありがとうございました。Thank you.